大丈夫、まいましゃもてちゃんね、さ、今、緊急で動画撮ってるんですけど、なんかね、島津さんから緊急事態ですって来て、内容教えてくんないんで、ただ、動画案件ですって言ってたんで、ちょっと今、電車で降りたらすぐかけますんでって言われてて、それ待ってるとこなんですけど、一体何があったの？そして、YouTube 案件ですって、これ、YouTube 回しちゃってますけど、勝手にいいのかな？はい、動画撮ってますけど、ちょっと待とうと思います。どんぐらい待たなきゃいけないのかな。それもわかんないからな。そして一体何なんだろう。来た。はい、島さん。あ、もしもな、し。はい、何でございましあ、もょう。しもし。聞はい、こえます？はい、聞こえます。見ました？書き止め。ああ、はい、書き止めのやつですね。はいはいはい。はい。これ緊急事態だと思うんで、はい。僕らの本もあるし、DSC の決断でもあるんですけど、はい。ちょっと今後どうしようかなってのでまた相談したいんですけど、はい。DSC が、はい。廃部。とりあえず、経営方針変わって、はい。すべての本がもう、うん。つまり、断裁なんで、つまり全部燃やされてしまうっていう。えぇ？この本はもう、全部燃やします。つまりね、消えますよと。そして、絶版ってことですか？もう、全、はい。DSC の書籍すべて絶版。はい。ですね、はい。しかもその著作権は、はい。そのまま本としてもらえないんですけど、文字としては残るんですけど、著者に。うん。はいはい。つまり今の DTP のまま、出版はできないんで。はい、ああ、まあデザイン側の組み上がったやつは出せないってことですね。出せない。もう一回ゼロから組み直さなきゃいけないし、はい。まあ他の出版社で出す場合も自分で探して出版しなきゃいけないし、はいはいはい。しかも僕の今、アイルズスピーキング関連対策って今もう在庫ゼロなんですよ。はいはいはい。で、売れてて、増刷かかって、はい、数ヶ月前も増刷かかって、今また増刷のタイミングなのに、うん、もうアマゾンで売り切れなんですよ。はいはいはい。だからもう手に入らないで、メルカリでも全部売り切れなんで。なるほど。ということで、僕らが書いた協調の本も、まだ売り始めだったんですけど、そうですね。増刷かかる前に、廃部というのはつまり経営方針変わったんで、うん、もうどうしようもないらしくて、まあ、出版社の方々も、びっくり仰天みたいな感じですね。で、出版部門がなくなるってことですね、つまりね。そうです、そうです。経営方針が変わって、もう出版はやりませんよと。うわ、こことか使えねえけど、まあまあ、はい。まあまあ、つまり、他の事業に比べて、出版部っていうのは、儲かるビジネスじゃないんでね、そもそも。紙のビジネスなんていうのは。まあ、致し方ないんですけど、まあ、出版社の方ももう突然ですよね。突然上から廃部ですと。全部、本は、つまり、在庫いっぱいあると思うんですけど、全部それ焼却しなきゃいけない。アイルツ本をそこで出しまくってた立場って。そうですね、たくさん出て、いや、で、これからシリーズ化していくって。そう、シリーズ化していくって言ってさ、いろんな人に声かけてて。そうなんですよ。で、森田先生と僕の方を皮切りにいろいろ始めようとしたんですけど、もう、その編集者の人も突然、そういうプランをしてたのに、突然、トップダウンで、なるほど。なくなってしまったと。森田先生には申し訳ないんですけど、協調で書いてもらったのに、はい。これから印税が入ることはありません。これからって1回入ったんでしたっけ？もうそれすら知らないんですよ。1回入って。覚えてないの？全然。8月にもう1回生産があるんですけど、はい。まあ1回目の印税は払われてるんで、はい。あ、そうなんです。増刷かかってない場合はもう何もない。とりあえず書店からは全て消えるっていう感じですね。DHC の、携帯ってどういうやつですか？印税って本当に会社によって全然払い方違うんで。そうなんですけど、DHC はすごいまともな払い方をしてて。まとも。まあまあまあ。どこがまともじゃないのかよくわかんないですけど、まあ、まあ、視聴者の人にわかるように言うと、最初に半分だけ払いますとかっていうところもあるし、もう最初に吸った分だけ全部払うっていうところもあるし、最初の半分は払って、売って保証するけれども、その後は売れた分だけしか払いませんとか、ほんといろいろあるんです。だって年に1回しか払わないってとこもあるし、もうバラバラなんですけど、 DHC はどういうやつだ？僕も詳しく覚えてないですけど、はい、実売数で払う形式ではないですね、はい、つまり、はい、売れたら払うじゃなくて、はい、吸った分、はいはい、吸った分ある程度保証額として最初に払ってくれて、増刷かかったらさらに払ってくれっていう、はい、まあものすごいまともな感じなんですけど、はいはい、だから僕も DHC に対して別に何も不満もなく、ものすごい良くしてもらったんで、はい、もう本当に彼らもある意味被害者みたいな感じだと思うんですけど、はい、まあちょっと本当森先生に申し訳ないんですけど、はい、僕がこうやってお誘いして書いてもらったんで、で森先生のにも連絡が行くはずなんですけど、はい、あ、そうなんだ、へえ、ちょっと本当に多分本当何百冊っていう売れてる本があるんで、DSC からそれが一気になくなって、今著者に全国でバーって一気に連絡が行って書き留めで、あなたの本はもう焼却されますと。アツさんのやつとかもあるね。確か。
そうですね、アスさんの方もあると思います。なので、明日、明後日ぐらいから多分、ざわめき始めると思うんですけど。でも難しいな。今じゃあ買いましょうとかっていうのもあれだしな。でも買ってても、印税にならないですよ。そうそうそう、ならないからさ、もう、結局。一番悲惨なのは、先月出した人とか、売れ始めた人もいるわけじゃないですか、世の中に。でむしろ出せなかった人もいるはずなんですよね。そうで書いてる途中の人も絶対いるはずだから。そうそうそう、いるはずなんです。はい、でいろんな事件がこれから起こるかもしれないですけど、はい、まあ致し方ないことなんですけど、僕らとしてはこれから出版社を探すと。そうか。なので森哲先生との協調もどっかの出版社に声をかけてもらうしかない。本当にその状況です。そう、やば、大変申し訳ないです。なるほど、そういう。なので、こんなことが、まさかね、もうちょっとなんか、1年ぐらい前から、1年ぐらいとは言わずに、半年ぐらい前から予告とか、何かしらの前兆があればいいですけど、もう突然ですからね、著者からしたら、はい、おしまいでーすっていう感じで、印税はもうおしまいでーすみたいな感じで。これで、どうしようもないです。2回に分けて払うやつだったんですね、その印税って。それ知らなかった。2回に分けてでしたっけ。まあでも。だって8月って言うつ。8月は、これまでの印税、これまで売れた分を全部計算して、もう1回払われるんですよ。売れた分を計算？売れたの、実売関係ないんじゃなかった？これは今、緊急事態なんで、つまり、もう出版社が閉じるじゃないですか。はい。1回生産しなきゃいけないじゃないですか、はい、今までの分。はい。なので、今まで売れてる分を、増刷かかった分、まあどういうか計算はわかんないですけど、そういうこと。8月にもう1回お金が払われるって。だから僕は関係ないってことですね。多分ね、増刷ないから関係ないですね。なるほど。そういうことか。いやー、なんか珍しいパターンですね。いや、なんか、その、出版社が潰れるとかはね、結構あるし、まあ、編集マンが辞めるなんて、まあ、当たり前のことだし、編集マンが他に移ってとかっていうのもよくあることですけど、なるほどね。出版部が潰れると。はい。なるほど。ちょっとね、僕も4、5冊書いてるんで、しかもアジアナンバーワン英語教師の、あれね、はい。その旬のものじゃないですか。はいはい。で、講演会行くたびに売れてたんですけど、もうそれ出してくれるわけないじゃないですか。2017年のアジアナンバーワンの賞の話を別の出版社がまた2023に出すわけないんで、もうあれは誰も書いてくれないと思うんで、なるほどね、もう、The End って感じですね。あの本に関しては。はいはいはい。で、アイレツの本はまだ可能性あるんですけど、アイレツを出したい出版社ってなかなかないし。ないですね。まあ、スピーキング、ライティングはもうほぼ出されてるんで。なるほど。5冊分ぐらい全て失ったような感じなんですけど。なるほど。森田先生もめちゃめちゃ被害者だから。そうですね。はい。いやー、なかなかない状況ですよ、こんなの。うん。はい。うん、いやー、すごい。やば。ちょっと僕らの本もなんとか他の出版社に声かけてもらえるように。そうですね、ぜひ出してもいいという方、別の形でもアイルツって名前出さなくてもいいんで今度は。いやー難しい。英単語を本として。なるほどね。朝日新聞出版で特急シリーズとして、いやないか。いやない。まあクオリティをちゃんと、まあ、また編集も加えながらぜひお願いします。わ、かりました。じゃあどうなるんだろうな。まあ使えなかったら普通に教材として動画で講座やる。いや絶対本にしなきゃもったいないですよ。まあ確かにあれ労力すごいかかってるんでね。そうそう、だから なんとかします。なんとか僕も探すんで。わ、はい、かりました。だから森田先生の中では出版社お声掛けくださいみたいな感じ。DHC の著者のためにとか言って。はい、じゃあDHC の本一気になくなりますので、皆さんぜひ出したい出版社ですね、はい、あの本はうちでみたいなのね、あるかもしれませんので、はい、お願いします。ご連絡島津さんの方にいただければ、はい、思いますので。まあ森田先生に言ってもらえばね、はい、お願いします。森田先生経由でも言ってお願いします。いやー、僕はめんどくさいですとか言って。まあ僕がやります。いつもね、はい、お願いします。ありがとうございました。はい。どうも、はい、失礼します。はい、します。ということでした。めったにというか、一度もない状況ですね。びっくりしたわ。そうなんだ。いやー、マジか。ちょっともう緊急事態すぎて、ちょっと連絡いろいろしないと。うわー、やばいなー。せっかく作った本なのに、めちゃめちゃ、僕、ね、ニューヨークからの帰りの飛行機でめっちゃ書いたんだよね、あれね。大変だったのに。いやー、すげー緊急事態だわ。うわ、困った。はい。ということで、多分もう緊急でこれもうほとんどテロップとかなしで、はい、動画出すと思います。はい。はい。ぜひ出版社の方、お声掛けください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.